最近やる気が出ず、まあ、ジムに行かず遊ばず、酒ばっか飲んでますという場合は、別にこれはね、仕事じゃないので、仕事もそうだけど、まあ、好きこそのものの上手なので、あんまね、好きじゃなかったら別にやる必要はない、と俺は思う。レップ数多くやると重量を扱うのはどっちの方が気になりますか？これはね、まあ、簡単に言うと両方ですな。両方。前のカーボのおすすめは量はありますか？これはその人の代謝にもよるし、カーボっていうのはね、タンパク質は、まあ、体重の2倍から3倍ということで、まあ、こう、政治が分かりやすいんだけども、炭水化物は難しいんだよな。やっぱりその人の新陳代謝による。なので、まあ、太りやすい人はやっぱり炭水化物は気をつけなくちゃいけない。で、太りやすい、まあ、もちろん、ここに来てる人、誰もが別にボディビーダーになりたい。太りたいという人もいるかもしれないんだけども、俺も最初ラグビーやった時は、太りたかったんだよね。だから、ボディービルダーみたいな体というよりは、その時はね、こう、なんつう、フットボールの人っていうか、ラグビーの、みたいに、とにかくでかくなりたかった。その時はやっぱり炭水化物は、別にその時はまあ高校生の時なので、まあ、一食に5合食べれたね、俺は、米は。自慢じゃないけど。一食で5合食べた。ね。それでも痩せてたな。なので、もしそれぐらい新陳代謝が高い人は、やっぱり炭水化物の量、トレーニング前の炭水化物の量も相当な量を食べると。もちろん食事。で、トレーニング直前であれば、俺はやっぱりサプリメントをお勧めする。これは、まあ、ゲスパだったらグライコフューズとか、ボディカフェだったらカーボニーとかね。あとはイボジェンだったら、グライコジェクトとかね。そういったところの肺、吸収が早い、クラスはデキストリンをね、使ってある炭水化物をサプリメントとして取ることをお勧めする。プラス、炭水化物だけじゃなくて EA とかっていうのは炭水化物を取るとインスリンが、さっきのまあインスリンの話じゃないけど、インスリンがスパイクされて栄養が吸収される状態になるので、それで一緒に EA とかも入れて、炭水化物だけじゃなくて、アミノ酸も一緒に取ると直前であればね。